おはようございます、なぜか間違って共同代表しております赤尾由美と申します。おはようございます。ありがとうございます。今吉林先生が言った通りですね、私たちいよいよ政治に参加する時代になったわけですよ。そうじゃなければ本当に、ね、上の人たちのやりたい放題、日本人は真面目で働き者で素直で本当にね、私素晴らしい民族だと思うんですよ。ただ世界からどう見られてるか、奴隷にするには一番いい民族だそうですね。反抗しないで黙ってよく働いてお金をたくさん貢ぐ、こんなのね、日本政府だけにねやらしといたらもったいないから、いろんな外国の勢力が西からも東からもやってくるわけです。私たちはね、もうキャッシュディスペンサーと言われて揶揄されてるんですよ。日本からお金むしり取って自分たちが豊かな生活しようというような構図になってるんです。まあそれは今ね、吉林先生が言ってくださった通りです。なのでそろそろ私たち反抗してもいいのかなと思います。反抗といってもね、革命したりね、誰か刺したりとかそういうことではないんです。自分たちが政治に参加することによって当事者意識を持って日本を変えるっていうことです。私たちが動けば日本変わるんですよ。なかなかね、自分一人が変わっても日本変わらないと思う人が多いんですけれども、そんなことありません。もうね、ここにいらっしゃる皆さんが変われば変わるし、できればこの仲間がですね、人口の 1%、 100万人いたら私はね、日本はグッと変わると思います。ありがとうございます。その100万人をですね、目覚めさせれば我々一人国会議員を作れるんですよ。その仲間を200万人、300万人と増やせばですね、我々と同じ意識の国会議員を国会に送ることができるんですよ。とにかく今目覚めた人たちがどこに投票していいかわからない時代です。目覚めてしまうと周りとあまりにも自分の意見が違うので孤独になっている人が多いそうですね。なんかお友達が減ったとか、旦那さんとも仲が悪くなったとか、あそこでね、うなずいてらっしゃるご婦人がいますけれども、本当に家族の中でもなかなか意見が一緒にならない、で本当にね、孤独な思いで辛い思いをされている方多いと思うんですね。ただ参政党がその受け皿なんですよ。ですから今このマスコミとかおかしいとか気づいた人たちの受け皿となって、この共同体の中で自分たちの役割を発揮していけばですね、日本が変わるし、自分も寂しくないし、みんなで一緒に日本を変えていこうという組織集団になるわけですね。私たちはなんかね、面白いタイミングに生まれてきたと思いますよ。まさか私もね、自分が生きてる間にこんな漫画みたいな時代が来ると思いませんでした。例の流行り病からのお注射、あの流れはですね、どう考えても漫画ですよ。まさかみんながそんなに素直に信じるとは私は思わなかったんですけれども、たくさんの人がお金を儲けて私たちの健康は損なわれたわけ。こんなね、漫画みたいな時代が来るのかなと思ったら、今度はよその国の話ですけどもね、アメリカの大統領選挙があんなめちゃくちゃな選挙だった。アメリカといえば民主主義の先輩、あ、神谷さん登場しました。お帰りなさい。はい、じゃあちょっと続けさせていただきます。アメリカといえば民主主義の先輩じゃないですか。あの国でまさかあんなに正々堂々と不正選挙が行われると思わなかったですね。これも漫画です。で次は皆さん今ね、毎日テレビをつけるとウクライナですよ。まあもちろん実際に被害に遭われている方は、国民はね、ウクライナ国民もロシア国民もお気の毒だけれども、あの私たちがテレビで見せられてる映像って本物とフェイクがごちゃ混ぜになってるんですよ。まあ、それも映画です。ですからこんな茶番の映画を毎日毎日見させられて、私たちはこう不安にさせられたり、なんかお金を取られたり、こんなことがですね、自分が生きてる間にね、起こると思いませんでした。だけれどももう起きてしまってるんだから、まあ、これはね、仲間を集って今起きてることは漫画ですよ、皆さん目覚ましてリアルな世界を生きましょうっていうことをですね。ありがとうございます。仲間を集ってやらなきゃいけないんですよ。これね、一人でやるとめちゃくちゃ孤独です、不安ですね。
本当にくじけそうになります。でもほら見てくださいよ、こういうね素晴らしいスーパーマンがいっぱいいるわけで、その方がいるんで、ね、この人たちと一緒に、ね、仲間を増やして自分たちが当事者意識を持って日本を変えていこう。日本を変えることによって私はね世界が変わっていくと思うんですよ。これ何年かかるかね、何十年かかるか分かりませんけれども、必ず日本が世界の模範となって日本がリーダーになる日が来ると思います。逆にですね、ありがとうございます。逆にですね、日本のような国がリーダーに ならなければ世界はねめちゃくちゃですよ、もう崩壊ですよ。日本のこの調和の意識、愛の意識、これをこの日本主義をグローバルスタンダードにすることによって初めて世界に調和が生まれるんです。ありがとうございます。ですので私ね、参政党の理念大好き。え、皆さんホームページご覧いただければね、一番最初の方に書いてありますよ。参政党は日本の国益を守り世界に大調和を生む。国益守るの本当は当たり前なんですけど、政権与党の自民党やってないじゃないですか。国益守ってないんですよね。えアメリカ様にね売ったり、中国様に売ったり、国益全然守ってません。だからわざわざ当たり前なんですけど参政党は書かせていただきました。日本の国益を守る。だけど日本だけじゃダメなんですよ。その日本の姿を世界に範を示して世界に大調和を生む、これが参政党の理念でございます。大調和っていうのは調和が大きいっていうことじゃないんですよ。ね、例えば日本は日本らしく、アメリカはアメリカらしく、ロシアはロシアらしく、中国は中国らしく、それぞれの国が自分の国益を守ってらしくあるっていうことの集合が大調和なんです。ありがとうございます。今ね行われているのは統一化ね、グローバル化っていうのは全部一緒にしましょう、全部同じにしましょうっていうことなんですよ。そんなのはねトップの人たちの管理の しやすいようにね統一化してるだけなんですね。なので私たちはねだんだん本当にこういろんなことが世界標準といってですね、日本らしさをいろいろ手放して失ってしまって、だんだんこう低い方に合わせなきゃいけないっていうような時代になってるんですね。例えば会社経営にしてもそうです。いろんな会計基準が変わったり、短期で利益出してね資本家に配当を渡さなきゃいけないとかですね、そんなね低い方のグローバルスタンダードに合わせて日本らしさを失ってるんですね。まあなのでこのね日本らしさを取り戻して世界に大調和を皆さんと生んでいきたいと思います。以上です。ありがとうございました。